皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、レックス編2行紙、ベニッシアの佐藤です。えー、今日はですね、2018年度の合格者のね、郷坂さんをお招きしまして、えっ、ー、と、裁断をね、してい,い,てしていこ,う行こうかなと思っています。で、あの、彼女の経験を聞きながら、これからどうやって勉強していったらいいかっていうところについて、学んでもらいたいかなと思っております。じゃあね、郷坂とその方につばらしので振りますんで、えっ、ー、と、それについてちょっと答えてもらいたいかなと思っています。ね、まずね、資格っていろんなのがあるかと思うんですけど、 弁理士ってあまり有名ではないでしょで、私もあまり知らなかったんだけどなんてこれ受けようかなとまず,まず思ったんですかねきっかけですよね、はいえー、と私は今特許法律事務所で翻訳の仕事をしてまして翻訳をしていく中で、まあ、私もともと文系なのでいろいろ弁理士の方から、あのー、質問を受けたりとか。うん あのまあ、自身が業務をする中で、うんあのー、やっぱり英語の知識だけじゃなくて、うん、まあ技術的理解もそうですし、うん、あとは法律の知識も法律に基づいて英語的に正しくても法律的にはこれは NG みたいな判断もできなきゃいけないのと、うん、あとはやっぱりその特許庁との応答書類とかを作る時も法律の知識があった方がその根拠を持って。 私の弁理士の方にも説明ができるようになるかな,なると思いまして、そうですね、あのー、うんと、長、ま、と、あの応答をするときに、法的な観点でっていうのが一番効くんですよね、うんで、法的な観点でっていうのが、なかなか、まあ、弁理士も含めて分かってない人、結構多いと思うんですよね、うん、で、わりと理科系の方が多いんで、まあ、技術系はすごく得意なんだけど、法律系でってなると、なかなかちょっと難しいのかなって。 ってで、うるんと、ベニシーってやっぱ珍しいでしょ、僕の時は相当珍しくって、今からもう二十数年前に受かったんだけども、多分100ちょっとで、1人か2人だと思ったんですね、当時はね、まあ、今はもうちょっと増えちゃっているけど、うんあのー、やっぱこれは事務,事務所がそうだったからってことで、まずきっかけは取ったんですかね。 そうですね身近に弁理士の仕事をしている理系の方と、あと商標衣装で文系の方も見ていたし、あとはお知り合いの方で、やっぱり文系で特許されてる方もいたので、身近なところにはありま結構、身近なところにあったっていうことですね僕は、どちらかというと、自分が知財部だったんでっていうのは、じゃなかったら知らないですよね、なかなかね。 まあこれを聞いている方の中ではきっかけとして、ねうん、ぜひ紅シを、まあ、目指してもらいたいかなって思うんですけども結構、仕事としては面白いんですけどねただ知らないっていう人が結構多くて、ねまあ、あの困っちゃってるんですけど業界的にも困っちゃってるし受験業界的にもちょっと困っちゃってるしっていうところがあってねいい人が来てもらいたいかなっていうのは本当のところなんですよね、できればね。じゃあ,あのちょっと話を変えますけどもあの、まあ、ベニシって結構難関でしょ。 まあ昔は3%パーだけど今でも8%パーぐらいありますよねでそこで中であの予備校っていろいろあるじゃないですか、うん、レック以外にも、まあ、他の予備校もありますよねそういう中でレックを選択肢っていうのはどうしてなんでしょうかねっ、うんえー、とやっぱり受験をするにあたって、はい、あの職場の人ですとかに話を聞いたら大体、はい、皆さんレックあレックあんまり他の選択肢が な,なかかっったってことですかね独学っていう選択肢もなく、自然な流れで、うん、で来てみて、えー、と合格実績ですとか、うんあのー、拝見して、このカリキュラムに乗っていけば間違いないなっていう印象を受けました最初、どのぐらいかかると思いました、分かるまでに。あえっ、ー、とー 身近な方でやっぱり1年で合格されてた方いたので、はい、もう目指すところは1年で合格するつもりでやって、はいうん、数年かかるっていう試験だって聞いてたので、まあ、実際 <laughs> 僕らの頃は1年でっていうのはほぼいないっていうかゼロですよね当時の休止の時はゼロでほとんどは56年が一般でそれが普通平均でそれ以上が一般的でっていうのが、まあ、昔の休止だけども、まあ、今でもやっぱ2年とか3年だと相当早い。 で1年でっていうのはまあ超早い受かるとね超早いって話になるけどまあまあいろんな条件がやっぱ重ならないと、ね、なかなかちょっと難しいのかなと思うんですけどねそこはねでちなみに実際にレックを選んであの講義を受けたでしょ、はい、でまあ僕のとこに来ていただいて、はい、まあ講師とか教材ってどうでしたかね、はいえーとまず あの佐藤先生のクラスで、はい、えと開講が4月ぐらいだったんですけどす、ねはい、その前にあの「エッセンシャル」っていう講座がエッセンシャルねはい、はい、あってでそれが全部で何コマあれ時は二十ちょっとかけるぐらいだったと思いますね,そす,ねすごくそのささ始まる前の 2か月ぐらいで聞くのにちょうどいい分量で、はいうん、でただそれがすごく深いところまでコンパクトにこう話されていてでそれがすごく、うん、あの受験期間中ずっと役に立ちました、うん、じゃあエッセンシャルって結構役に立ったのねエッセンシャルはもう手放せなくて、はいうん、あの基本的にに難関試験ななればなるほど あの、繰り返しって絶対,絶対必要なのね。はいはい、その繰り返しっていうのをやらなくって、あの、あれもこれもってやる人になると、大体は長い道に入っちゃうのね。うんうん、で、同じものを繰り返すっていうのがすごく、まあ、できてる人が、早く受かる典型的なパターンの人なんですけどね。はいはい、エッセンシャルはそのうちの一つだったのかなって思うんですね。はいはい、で、あとはその後、えっ、ー、と、入門、まあ、当時ワイドだったから、コンプリート。はい けけたたと思ううんでですどどあれはしコンプリートは正直情報量がすごく多くてついていくのに必死でしたただあの南条が要件がこれで効果がこれでとかいう通り一遍の話じゃなくてすごく最初の立法趣旨からすべて交えて場面をこう想起できる形でお話ししてくださるのですごく楽しかった うんまあ、実際、条文は、素、まあ、読でよく言うんだけど、はい、所読したところであまり意味がなくって、素読したところでパッと情景が浮かばないと、使えないのよね、<laughs> うんまあ、実務でもそうだろうし、あとは教える時もそうだろうし、人に説明する時もそうだろうし、場面が浮かばないと分からなくって、多分応用ができないだと思うんですよね、うん、そこのところはね。で、まあ、出がもう法学部だったんで、 当然それは当たり前って思ってたのね。でちゃんとこれ条,件条件だけ暗記して効果暗記しっていうのはもうどうでもいい話であってそこはね、まあ、最終的に覚えるんですよ。と覚えるというか覚えちゃうんだけどもその前提として何だろう場面浮かばないとね、えー。そうするとなかなかやっぱし応用ができないですよね。で担当だったら100文解いて101102って解けないとあのちょっと少なくなっちゃったね。浮かんないってこと 多分あるかと思うんですね、うんうん、でちなみに教材だったら一番使ったら何ですかね、まあ、教材はアドバンス。アドバンス。い。う,ん、うアドバンスどうですあれもう作って僕は作ったのが20年ぐらい前なんで、うん、えと少し変わりちゃってるのね。アドバンス。どうでしたアドバンスは。うん えとただアドバンスはもうあくまで副教材で、はい、あの先生の講義を聞いて、はい、それで理解が不明確だった部分とか、はいはい、あと後から確認するときにちょっとのぞくみたいな感じで、うん、メインは私あの本当に机に向かって勉強する時間があまり取れずに、はいうん、耳からあ耳から聞いていたっていうことですね、はい、じゃあ僕と同じだね、うん、僕の部着もあのほとんどんだろう時間取れなかったんで、うん ずっと通信教材、ずっとこう聞いてたというのがあって、うんあの、講義をする時もそれを意識してるんですね、うん、もちろん前に、周にの人もまあ意識はしてるんだけども、そうじゃない人も平等に聞いてるわけでしょ、だから当然、それも意識してやってるんで、だから耳で聞けてできないと、なかなかね、仕事がある人って結構厳しい感じがするんだよね、うん、こうねそれをまあちゃんとやっていただいたのかなって思うんですけどもね。 うん、で論文はどうでしたあ論文は 1>、はい、私あの1年目に担当が不合格で,、はい、でもうその次の年に担当と論文を、はい、あの一緒に受かろうと思っていたので、うん、ほとんど担当の勉強中心で、うん、担当の勉強中心、はい、であのどの先生方も、うん、担当試験である程度点数が取れれば、うんうん、論文はいく あのそのまま行くよっていうようなお話をされていたので論文の勉強は多分他の人に比べたらその少ないただ、ね、情報量としては佐藤先生の、うんはい、お話をもう入門からニューロンタでもう十分すぎるぐらい聞いていたので、はい、書くべきことっていうのは、うん、あの頭の中にはあってであとはそれをこうどうやって 書くかって,各っていうだけのことね。ところだったので、うん、その辺はちょっと苦労したんですけど、うん、1>, あの1年目から実践討論を受けるというふうに進めていただいて、はい、でちょっっときつかったんですけどまあ1年目からやっぱり同じ何最終的に受け入れる人と同じような討論を受けないとダメなのよね、うん、結果的には。1>, うん、あの1年目の人と合格予行を競ってるわけじゃないので。 まあ最終合格できる所得者取っているんで、同じ条件でやらないとこれ受からないのね、うん、試験ってね。うん、であの、さっき、高坂さんが言ったようにあの、今の試験って担当さえと通りがどうにかなると受かる試験なのね、特にあの相当高い点で受かればという条件がつくんだけど、まあ、8割ぐらい取れればね、まあ、大体はもう見えてきちゃう、特に特実が一番顕著かな、どっちかというと、答えを聞くっていう感じの。 問題になってるでしょ。まあ衣装商品はちょっと違うかな、一部ね。ただ、うん、やっぱりその衣装商品でも、うん、その佐藤先生のはい、入、えっと論文基礎録完成講座でお話しされていたようなことがちゃんと頭に入っていれば、はい、それほどあのびっくりしない。あ、そうですか。うん、それは僕その特殊なこと喋ってましたかね。あ。 あのー、そ,れそれこそあの技術的なところではなくて、はい、本質的なその商標のあなり衣装なり、はい、特許もそうですけど、はい、理解っていうところと、うん、あと特許の場合はあの条,文あ条約を単基礎入門の時から、はい、あの国内法との関係でお話しされていたので<ー>今年の本誌であの。 特許の一番フィエルターでたんですけど、う、はい、まあく書けたわけではないんですけど、はい、あんまりびっくりしなかったうんそうですね、条約との関わりで絶対これ必要なので、うん、で何のあれ表紙かわからないけど、今、特許庁全部条約出しても良いってことになっちゃってるみたいでね、<laughs> なんか何年前かにかになっちゃいましたよね、うん、本来は条約って、論文では出すべきではないんでしょうけど、うん、まあ今、出してますよね。 すべて出しちゃってるんで、まあ、これからも多分続くんでしょうね、うん、ああいう形ではね、うん、まあ条約できない弁護士っていないからね、あの内外とか外来できない人って基本的にいないので、まあ、それだけ条約重要だっていうことだとは思うんですね、これからもね、ねうん、あとそうですね、あのうん、僕のこ座難しくなかったですかね。 難しかかっったです、はい、っていうか、あのー、ついていくのに必死で、はい、あのついていければすごく面白いので、はい、あと実務をしていたので、はい、割と実務に直結するところで、うん、あの目から鱗っていうか<ー>うんところもいつもあってそれもあって続けられたかな、うんうね、かなりあのでも実務で書いてる中間処理の、まあ、例えばねあの意見書、まあ、補助でやってるわけでしょ。で <laughs> いうのとあの実際の弁理士の求めてる論文の形って違うでしょ。本当の形ってきれいにこう並べて書くぐっと流れて書くでしょ。じゃないと通,通らないよね実際はね。だけど試験だとこうパンパンパンと細かけて受かってるでしょ、まあ、それが早期に受かる人の典型的なパターンになっちゃってるみたいなんだけど、まあ、試験どうなのかねって本当は思うとこですけどね。リズム科ですからねやってる人がね。あとは大学の先生。 やっっててるんであんでであまりいい新ではななのかなって本当は思うんだけどね、うん、中間省より全く違うもんね、書く内容って、意見書もそうだし、だからもちろん審判とかなれば全然違ってくるしね、うん、書く内容が違ってくるんで、うん、どうかなってやっぱ思うところはね、多くはあるんだけど、<laughs> まあ、試験だからね、しょうがないのかなと思うんですけどね、<laughs> あと、そうですね、モチベーションの維持ってなんかありました。うん 下がるときもあるでしょはいありますただ私勉強できない時間期間というか、うん、その受けようって決めて、うん、通い始めるまでの期間が結構長かったんですよ、うんうんうん、あなかなか決めるの長かったんだ、ねあのー、家庭の事情とか、うん、まだ子供が小さいのとあと、まあ、夫もすごく忙しかったので、うんあのー、もう毎年 あのどうしようみたいな、うん、受けたいけど今は無理だよねみたいなのが結構続いていたので、うんうん、なのであの始めたらもう後戻りはできないと思っていて、うん、じゃスランプになったことない <laughs> あスランプは1年目はそれでも全然できなくて、うん、なんかスランプっていうよりずっとスランプで 2>、うん、<laughs> で2年目はまあ,ある程度できるようになったんですけど、うん、担当の その模試を受けている時に結構急に解けなくなったりする時期があってそういう時は逆にその受験仲間に愚痴じゃないですけど相談してあのすごく周りに助けてもらいましたうん、うんうん、なるほどそれがまあモチベーションの維持とか工夫 なになってくるのかな。そうですね、結果的には。はやっぱりこう一年目ちゃんと落ちちゃった時に、はい、まあ自分がどうだっていうより。うん、家族に申し訳が立たない。まあ<ー>。そっちにどうやって申し開きをしようかなっていうところが。あって。うん、まあ、高学士一番喜ぶのは自分じゃないからね。<う>多分家族なんでね。これね。<laughs> どこの人も多分同じだと。は思うんだけど。<laughs> 自分もそうだったかなって。今思うんだけどね。そうですよね。で。あのー。 今年合格しうんあのよく先生もそうですし、はい、集中力というか、はい、短期で短期間で受かる人はいても短時間で受かる人はいないっていうふうに聞いて、うん、で私の場合おそらく必要な時間数ってそれぞれあると思うんうん、あの平均で3千五千5、000? 3,000はやっぱ昔は必要ですね。がりと。まあそのぐらいで、うん、多分私はあのそれに加えて忘れる量とかも、うん、多分若い人に比べたらすごく多いと思うので、うん、その辺でその忘れる量とインプットの量とか、うん、あのインプットの、うん、がたたまってきた量が増えてかつその時間数が増えて 必要自分に必要な合格の時間数に達したのが今年だったのかな、うん、あ,あ時間数がね時間数、うん、まあ時間数、まあ、な長さっていうよりもある程度の時間数がないと量をともかくできないのよね、うんうん、とりあえずね、うん、それをいかに取るかっていうところが一番難しくって仕事されてるわけでしょ、うんはい、で仕事されていて3,000っていう時間を年にの結構難しいよねそう私のの場合子供もいるので、うん もう本当にどこで時間をっていうか、うん、時間ができたら勉強以外のことはしなかったんです。すじゃないとなかなかね、うん、やっぱ時間数ある程度やっぱ時間数でね年、ねね、じゃなくて時間数取れないと受、うん、からない感じはするんだけどね、うん、やっぱ必要な量ってやっぱ絶対あるんで、うん、量。まあ、量と 濃さというか質、ね、がないと方向性がないとわからないよね、うん、なかなか試験としてはね、方向性については、レックのカリキュラムと先生のおっしゃることについていけば間違いないので、うんうん、あとはそれを自分でどうやって消化するかっていうところ、うん、なるほどで、これからどんな紅子になりたいんですか、うん、もう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 、う、登録になるよね、はい、で、どんな紅子になりたいの 冒頭ででも申し上げたんですけど、はい、私文系ではないので、はい、その技術力とかそういうところはやっぱり理系の人にはどうしてもかなわない部分はあると思うんです、うんうん、でまあ強みといえば、うんまあ、語学がもともと好きでこの業界に入ってるのでそういったところであの外国のクライアントとのやり取りとかあとまあ条約も絡めた。 あのー、方面で英語を生かしてっていうのは変ですけど、うん、英語は必要なので、うんあのー、広く視野を持って、うんあのー、弁利士に、うん、その権利化業務だけじゃない権利化業務だけじゃない権利士になると結構難しいよね <laughs> <laughs> やんなきゃいけないことが多分あの増えてきて。 当然一般法って知ってないとできなくなってきてまあ契約なんかそうだし民法当然必須になるしで時をたっきり言うと恥だからねあの一般法やってる人間から見ると全然恥をやっているわけねでこれが当たり前の世界だと思っちゃうと全然違っていてここだからねほんろ民法とかっていうところはねそこをやらないと多分、権利化業務だけになっちゃってえっと仕事がつまらないなってなるかもねそ,こはねでそうしたくないんでしょう。 今後はね、うん、新しいことって結構眠ってるもんね、うん、やるべきことってね、うん、でそれが無体財産っていうか形がないものの一番面白いところなんだけどねうんでよく言うんだけどまあこれもちろん予備校だからね試験に受かればいいんだけど受かるだけでいいんですかっていうとやっぱ違うと思うのね受かって使えないとダメなのね、うん、これって。で 使うためにはどうしたらいいんですかというと考える勉強をしなきゃいけなくって、うん、でさらに考える勉強をすることによって新しい仕事ができて新しい仕事ができることによって紅士の地位向上って多分出てくると思うのねで紅子標一条には指名条項ってあるのは、うん、試験書でやったでしょ <laughs> できたと思うんだけどあれ普通のすごく難しかったのね指名条項って、うん、で次財産の専門家であるって今入ってるよね。うんうん でもやってんのって公共主義権がメインでしょ。うん、やってんのってでも知識主義権ってすごく広いよね。やってる内容ってね。でその応用ってやっぱりこれからはメルシー絶対必要となってくる感じがするんだけどどう思います？そうですね。あの、うん、事務所もあの今まではあの特許事務所だったんですけど、はい、あの特許法,法律事務所あ弁護士さんがいる。はいはいそれであの訴訟の案件とかも。うん あのまあ、一部ですけど、うん、お手伝いさせていただくようなところもあるので、うん、あのそういった意味であのもちろん一人では、うん、あのできること限られているので、うん、まあいろんな人の,、うん、あのお知恵を借りながら、はい、あの視野を広く持って、はい、あの前に進んでいけたらいいなと思って、うん、なるほどね、まあ、これから新しい像の便利子じゃないといけないですよね、まあ、会員が今1万に超えちゃってるんでね、まあ、昔みたいに3000っていう時代じゃ 道山にいるとするならばそこでなんかこう特徴がないとね、うん、なかなかいいクライアントつかめないかもしれないしねぜひそれで頑張ってもらいたいかなって思うんですけどねでじゃあ目標でこれがこれになるとかな今後の目標って、はいうん、それとこれからあの受験をするっていう方へのメッセージを最後にお願いしたいんですけどもはい。えーと私は その文系で、はい、まあ子どももいますしあの、まあ、年齢も若くないので、まあ、始めるまでに、まあ、割と葛藤があって、うん、多分迷われている方も今いるとは思うんですけどあのそれでもあのレックの,あのカリキュラムと先生を信じてついていけば、はい、あの必ず合格できるっていうのとあとはあの始めるにあたってやっぱり家族の理解 うん、すごく重要で、ただ、その家族の理解が得られたら、もうあとは自分の、あのー、決めたことに向かって、迷わず進んでほしいと思いますすそうですね家族の理解、重要ね、<laughs> 自分もそうだったもんね、なかなかやっぱし、お金もかかることだし、うん、あと時間がね、僕の場合も子どもがいたので、うん、えとなかなか子どもとも何もしないわけにもいかないしね、うんえー、大変だったんで。 うん、それよくわかるんで,すよ、ねうんでえー、とじゃあ最後にってメッセージはまあ,あのさそれでもいいと思うんですけども、あのー、どうでしょうこれから弁護士目指す人ってどういう人が一番適性があるんでしょう <laughs> 適性としてね、えー、若い人に言えば僕らね弁護士権のもう長いから業界の人としては受けてもらいたいっていうのも一部あることはあるのね今平均だと40歳ぐらいでしょで僕の時が ちょいなのよ。あの平均合格者の年齢っていうのは、だんだんだんだ、ね、ん今高齢化になっちゃって、うん、で若い人受けなくなっちゃった感じがするのね。うん。うん、そういう受けてもらいたいって思うんだけど、小坂さんから見ると、あのどういう人がこう向いてますかね、弁理士には。ああ、そうですね。はい、やっぱりあのあくまで代理人なので、はい、人と、うん、あのきちんとお話しできる、はい。 人が代理人だからね、うんうん、代理人ってできる人ってそんなにいないので、い<な>い <laughs> 弁護士さんと弁理士さんぐらいかな、うん、実際やってる人ってね、うん、なかなかやっぱできないんで、うん、代理業ってね、専権、うん、業務して持ってるのがね、うん、いないので、喋れる人じゃないと、これからちょっと難しいのかなって思いますね。じゃあ、あのー、じゃあ、最後に、えーっとまあ、さっきまたちょっと、ね、続きになっちゃうんだけど、まあ、 これから受ける方に最後ね、最後だけメッセージして終わりにしたいと思ってるんですけども、うんはい、最後だけ、はい、あ,あのー、もう決め受けるって決めたら、はい、あの諦めなければ受かる試験なので、はい、あの諦めずに頑張ってほしいと思います。はい、では今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ,あのこれをね皆さん聞いていただいてあの自分の指針として頂いたていただくあるいはねあのー ベリ,シベリシーを受けようって方はぜひ、あの、レッの方に来ていただければと思っています。じゃあ、終わりたいと思います。お疲れ様でした。